リューロカウカ川は、コロンビアのオリエンタル山脈とセントラル山脈に挟まれた地域を流れる川である。コロンビア南西部のカウカ県、ポパヤン付近に源を発し、ボリーバル県、マガンゲシ付近でマグダレナ川に合流。川は、最終的にカリブ海に注ぐ。源流から川口までのリュロ延長は1350キロで、そのうち、 マグダレナ川への合流点までは965キロを有する。川はカウカ県とバジェデルカウカ県の環境当局の管轄下にある。船舶はマグダレナ川の合流点よりも上流に640キロまで航行が可能である。2007年11月18日、コロンビアの新聞エルティエンポは1日平均で500トンの残留廃棄物が川に流入していると報じた。 コパヤン市付近では、7つの金山、また水銀などの汚染物質、約8つの採石場、石炭と防気サイトの2、3の鉱山によって汚染されている。流域で最も大きな都市である、サンティアゴデカリでは必要とする、水の76%を河川に依存しており、それら主要都市から来る排水と330トンに、近い残留廃棄物による体積が乾いと加わる。 サンティアゴデカリの少し下流にある都市、バイエデルカウカユンボに到達する頃には、川の水は酸素を失っている。ありがとうございます。